日発三沢球技場です。横浜 FC のシーズン最初のホームゲームを迎えました。2021明治安田生命 J1 リーグ第2節、横浜 FC 対大分トリニータの一戦をお送りします。今シーズン再導入となりました VAR、はっきりとした明白な間違い、そして見逃された重大な事象に関しては VAR、 そしてアシスタント VAR によって助言されます。で、最終確認が必要がある場合は主審が判断をします。で、横浜 FC はキーパー6ターン、マギーニョ、井ノ葉、袴田、武田、中盤に瀬古、手塚、2列目小川、斉藤光介、松尾、そしてグレーベ。リーグ戦札幌戦からは6人先発メンバーを入れ替えています。トリニータです。キーパー高木、最終ライン上恵比寿、坂、三沢、井上、長谷川、下田、福森、最前線伊佐、その下に渡辺新太、小林誠吾。こちらも徳島戦からはリーグ戦5人メンバーを入れ替えてきました。うまく浮かせてつながる小林誠吾、逆サイドでチームメイトが呼んでます。福森拾う、後ろから下田サポート、小林誠吾パスがつながってシュート、ゴール、先制しました、トリニータ。クロスを蹴ったボールが、ここでまずいい形を作ったのと、そうですね、これクロスが当たって跳ね返った、下田がいいところにいましたし、三沢もインサイドで良いポジション取ってましたね。とっさに出た右足だったとは思いますけど、捕まえて武田、斉藤、井上も早いですね。サイドを取ります。中でいいさ、おっと、かぶれて左足、追加点取りにいた、今度は小林誠吾。落ち着いてましたね、まずシュートが、クロスに対してね、袴田でしたかね、ちょっと空振りしましたけども。予期せぬ形でボールが抜けてきました。そうですね、この井上はやっぱり早い、このあと急に出てきたボールだったと思うんですけど、これも三沢と同じような形ですけど、これも本当に冷静に流し込んだっていうシーンですよね。ベンチからは壁は割れないようにくっつくように指示してます。下を通してきた、1点返しました横浜 FC。 駆け引きの中でうまく抜きました手塚。そうですね、左足だと巻いて、左に狙うのかなというふうに思わせといて、同サイドというかうまく抜きましたね。上から落としてきます。ヘディングでつなぐ、抜けない、枠を捉えてました。惜しかったですね。下田、北斗、斉藤、松尾が来る、縦に運ぶ、折り返して低いボール、クレーベー、もう一度クレーベー、ちょうどクロスが抜けてきました。パスのスピードが緩い、奪って松尾、井上急ぐ、松尾カットイン、自分で運ぶ、入れ替わった、フィニッシュ、セカンドボール拾う、瀬古、いやーすごかったですね、今のカットしてから。
もう手も足も出ないって感じじゃないですか、これ。袴田、武田、松尾から足元、伊藤翔、粘る、松尾、瀬古から足元、ヒール、面白かったですよね勢いそのままにヒールで打ちに行きました。手塚、サイドから行きます、前島。ボールが伸びてきた、こぼれてくる、流し込む、追いつきました横浜FC。 オフサイドディレイで今プレーをさせた後にフラッグアップ。これは確認が入ります。 VAR 最初は上げませんでした。これはちょっと目視では判断つかないですね。前島からのクロス、そのセカンドボールです。このジャッジ大きいですもんね。オフサイドですね。オフサイド、はい、得点は認められません。試合終了、1対2、トリニータシーズン初勝利です。横浜 FC 開幕2連敗、勝った大分トリニータ、これで1勝1引き分け。